それでは3年ぶり5度目の優勝を果たしました横浜 F マリノスの小池選手、宮市選手、藤田選手にお越しいただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、まずは小池選手、最終節しっかり勝ち切って優勝を決めました。この優勝の瞬間というのはいかがでしたか？いや、本当に嬉しい、それだけでした。はい、まあでも個人的にはその前の試合、3試合でホームで決めれなかったっていうのが、まあ、少し、苦みもあった感触です。はい。まあ、こう連敗、まあ、初の連敗などもあった中で、こう最終節まではどう立て直してこの最終節臨まれたんですか？とにかく自分たちのサッカーを貫くこと、それを大事にしましたし、やはりそれができたときに自分たちは負けるチームではないので、それが本当に全てだと思います。まあ、今シーズンのマリノスは、まあ、失点数の少なさというところも際立っていたと思うんですが、この小池選手の今シーズン、この守備に対する貢献というのはご自身振り返っていかがでしたか？僕自身サイドで1対1になっても正直簡単に抜かれるとは思いませんし、まあ、その状況になったときにチームをどれだけ助けれるかというのは常に大事にしているところです。まあ、それ以上に前線の選手がまずプレスをしてくれるところとか、僕のところまで来ることがなかなかないので、それが本当に僕自身も感謝してもしきれませんし、まあ、でも僕のところに来た時にどれだけ対応できるか、チームを助けれるかっていうのは、まあ、今後も大事になってくるかなと思います。はい。チーム通してこう失点が少なかった要因、抑えられた要因というのは小池選手どこに考えられていますか？やはり前からのプレス、それは相手にとってすごく脅威ですし、僕らの強みでもあるので、まずそこが一つの要因かなと思っています。で、苦しい時間帯を耐えられるようになってきたのもこのチームの強みであって、今日の試合もなかなか難しい時間が多かったですけど、ああいう時に失点をしないとか、自分たちが後ろが耐える、その流れの中で前線の選手がしっかり結果を出してくれるっていうのは常に、今シーズン続けられていたので、まあ、それが全てかなと思います。ありがとうございます。まあ、対する攻撃というのもものすごくマリノス際立って、本当にオフェンシブなサッカー1年間貫き通してこられたと思うんですけど、ちょっと藤田選手にお伺いしたいと思うんですけど、マリノスの攻撃面に関しては今シーズン振り返っていかがでしたか？まあ、自分はディフェンスラインとオフェンスの中継役として、中継役のポジションだったんですけど、まあ、本当に前線の選手たち足の速い選手ばかりで、なかなかその攻撃体制に入ったりカウンターの時になったら追いつかないような状況っていうのがすごいあったので、まあ、自分は攻撃に対してそんなに何か手を加えるようなことはできなかったんですけど、本当にもう前に預けたら点取ってくれるだろうみたいな、そういう安心感というか、本当に信頼できるような選手たちばかりだったので、まあ、自分は自分のやることにだけ集中していればよかったなっていうのがあったので、すごい、まあ、強力だし、まあ、これは勝てるだろうっていうような感じの選手たちばっかだったので、本当に安心感がいっぱいありました。やっぱ後ろから見てても破壊力あるなと思って見てたんですか？すごいですよすごいですか？とんでもないですよ、めちゃくちゃ速いんだこの人特にちょっと7月からね、存在感がちょっとまあ、宮市選手は今年で怪我もある中で、まあ、今日の試合後には、まあ、キャプテンの木田選手に続いてシャーレ掲げられていましたけども、あの瞬間というのはいかがでしたか？いや、もう本当におこがましい感じで2番目に上げさせてもらっちゃって本当に申し訳ないなっていう気持ちだったんですけど、まあ、みんながシャーレを上げてくれよっていうことを言ってくれたので本当に嬉しかったですし、まあ、本当に今日も外から見ててやっぱり7月から自分はピッチに立ててないですけれども、やっぱそういうピッチに立ててない選手の思いも背負って、やっぱりピッチ上に立ってくれる選手は本当に毎試合表現してくれましたし、まあ、この今日の試合もね、本当に魂こもった試合を見せてくれたので本当に嬉しかったですね。はい。どういう流れで宮市選手が2番目に上げるという流れにあの段階はなったんですか？
まあ、自然とですね、まあ、リハビリ中もみんなりょうくんが頑張ってるの見てますし、うん、やっぱりょうくんの分もっていうのは常に毎試合持ってて、まあ、その彼の姿勢がそうさせたんだと思います、うん、ただもうシャル掲げてる時ちょっとジャンプしてるように見えたんですけど、はい、足の状態ってあれ大丈夫ですか？あれもリハビリの一環ですね。あ、そうなんですね。はい、ちょっと見てて心配になっちゃったんですけど、いやもうあれもリハビリのステップワークからのシャーレを上げるこのスクワットの、はい、普段リハビリでああいう動作してますんで、まあ、普段のリハビリがあそこで生きたのかもしれないですね。ちょっと来シーズンその成果がちょっと見られるかもしれないですね。そうですね、はい、まあ、本当に藤田選手はだいぶ映ってらっしゃいましたね、シャーレの。そうですね。いいんですか？後ろですごいなんかね、顎に手に顎乗せてましたけど。だいぶ存在感ね、発揮されてましたけど。まあ、勝てば自力で優勝という中で前半を折り返して1対1。でもハーフタイムとかでこうフロンターレの結果っていうのはチーム全体としては確認とかってされてたんですか？いや、確認してないですし、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、全然興味なかったですね。はい、おー、それはどういった点でと言いますか？やっぱり、この試合に勝つっていうことだけを考えてましたし、僕らは ACL で彼らに負けていて、ここで彼らに勝たなければ、どんな形であれ、本当の日本一にはなれないなと思ってたので、彼らの彼らより、強くあることで、その残り45分にそれを集中させること、もうそれしか誰も考えてなかったと思います。だからフロンターレではなく目の前の神戸を見据えてこの今日90分間戦われてたということなんですね。ありがとうございます。今シーズンマリノス最多70得点、まあ、数多くのゴールが生まれたと思うんですけども、その中で3人の お三方に優勝につながったベストゴールちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、まあ、70得点ある中でちょっと一つに選ぶの難しいかと思うんですが、ちょっとそれぞれお伺いできればなと思います。ではまずどうでしょう、誰かパッと思いつく方。お、藤田選手、名古屋戦の4ゴール目お前やなあそこで優勝に結構トントントンっていう感じでした。あ、ちょっと微妙な顔で違う、いや、やはりそうでしたか。違うか、まあ、あのゴールも確かに大事な、彼にとっては大事なゴールだった4点目ですよね、まあ、彼にとっては大事なゴールだったなと、まあ、いいゴールでしたね、はい、ありがとうございます。ご自身で解説ちょっと藤田選手お願いしてもよろしいですか？まあ、自分は正直もうトラップしてシュート打っただけだったので、まあ、それを前の拓磨君のセカンドボール拾うところだったり、てる君の自分へのパスだったりっていうのが本当に素晴らしかったので、まあ、チームとして取れた点だったかなと思います。やはりそこで優勝に大きくつながったと、はい、ありがとうございます。間違いないですどのゴールも大事ですね。そうですね初ゴールだったし、思い入れがあるじゃん。確かに、やっぱみんな嬉しかったよ、あのジョエルがゴールしたのは。どうでしょう、宮市選手、小池選手、何か。いや、重要な点か、重要な点。でもやっぱり、今日の試合の、誰やったっけ、点取った。1点目誰やったっけ。エウベルですね。やっぱエウベルの点ですかね、彼、ここ3試合。すごい活躍してましたし、やっぱり彼の動きがチームに影響を与えてたかなっていうのは外から見てても思ってたので、まあ、エベルのゴールじゃないですかね。小池選手いかがですか？まあ、ジョエルのあんなこと言っててあれなんですけどまあ正直、清水戦の、僕の左足のあれは左利きなんじゃないかぐらいの、まあ、ゴールがかなり、大事なゴールだったなと自分でも思ってて、はい、まあ、あの当時、マリノスなかなかいい成績ではなかったというか、まあ、怪我人も多くて、難しいシーズンの入りでしたし、
その中で僕がジョエルとボランチを組むことになって、僕自身も未知の領域でしたし、あの状況でチームを好転させられたゴールだったっていうのは自分でも思ってますし、僕自身もあのゴールで自信がついたのもあって、僕の大事なゴールでもありますし、チームに自信も勢いもつけられたかなとは思います。ありがとうございます。本当に攻撃的で、攻守において攻撃的で、本当に見ていて1年間通して私自身も楽しみながらお試合にさせていただきました。ありがとうございました。今シーズン通して本当にチーム全体の雰囲気の良さ、ベンチメンバー含めての仲の良さというのすごく印象的だったんですけど、この3人に関して言うと、この3人というのはどういう関係といいますか、仲の良さというのは何かどういう関係、はい、それぞれの印象だったりとか、お互いの、僕はやっぱりりょうくんとサイドで組むことが多いんで、いろいろな話し合いもしますし、それこそさっきの得点で言うとジョエルとコンビも組みましたし、だから本当信頼し合えるパートナーだったっていうことが一番ですかね。彼らと優勝できたのはもちろんそうですけど、今日のこれまで僕らは本当最高のチームメイトとしてやってきたわけで、今日改めて勝利したことで最強のチームメイトになったっていうことを証明できたので、本当に最高で最強の関係なんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。二人とも一斉に頭を下げ。本当に仲いいですよね。これは何か仲良くしようと思って仲良くされてたことないですよね。こんなに仲いいチームいないんじゃないかぐらい仲いいですし、仲が悪い人がいないっていうのもなかなか難しい。他のチームはちょっとどうなのか分かんないですけど、その塊もないし、みんながよく話すし、すごい本当にいいチームだなと思います。はい、やっぱそこがこう今シーズン結果に表れていたっていうのもやっぱあるんですかね。何でも言えますしね。そうだね。なんかそれぞれ仲良くしようではなくても自然とそうなってしまってるっていう感じなんですかね。もちろんライバル関係とか、いろいろポジションありますけど、それを保てるのも信頼し合ってるからですし、そのいい関係が築けるのも一人一人の人間性があってなので、だから優勝したんだと思います。この中だと最年少の藤田選手もやはり、今シーズンから移籍されてチームの雰囲気の良さというのは感じられましたか？そうですね、自分は3チーム、でプレーさせてもらいましたけど、本当に自分から見たらこんなにふざける先輩が多いっていうか、日常生活の中でその普段普通だったら、いや、いい意味で、なんか後輩というか若手がふざけたりというか、先輩の無茶ぶりに対応してみたいなのは結構ありましたけど、そうですね、なかなか先輩自らそのふざけたりっていうのはそんなに経験してこなかったので、でもそういったところがチームをまとめてる要因にはなってるのかなとはすごい感じました。特に率先してふざけてくれる先輩っていうのは、あ、この2人は結構、この2人、いやここめちゃくちゃ真面目です。水沼コーダが加わったらもう止まらないです。その3トークがオフで、もう止まらない。めっちゃ真面目。何風評被害、風評被害。どうですね。いや、もう担当なので。おい誰出すかって言ったら、もう一番最初に切るカードは最初の切り方が、宮一。最強のカードですね、はい、いい意味で取れさせていただきます。そうですね、ワントップ。絶対です。引き回してもらって、はい、ありがとうございます。今皆さんの胸のもう5つ目の星がつきました。今シーズン2022年シーズンが終わって、ここからまた来シーズンに向けての
戦いというものが始まってくると思いますが、最後あのお三方一言ずつ来シーズンに向けての意気込み思いというのをお伺いしてもよろしいでしょうか。まず小池選手からお願いします。まあ、今日新たに星を一つ身につけて、自分たちが目指すものっていうのはやはり連覇ですし、そこに向けて、もう進んでいると思ってます。喜びをかみしめながら来年自分たちのワッペンに、黄色のワッペンに、恥じないように、思い切りプレーする準備をまた今日からしたいと思います。宮城選手お願いします。まあ、まずは本当に今シーズン、応援してくださったサポーターの方にまずは感謝を伝えたいですし、本当に優勝できたことを本当に嬉しく思いますし、まあ、今小池選手が言ったようにまた今日から新たなスタートが始まりますので、来シーズンに向けて準備をしていきたいと思いますし、まあ、個人的には、来シーズンまたピッチの上で、横浜 F ・マリノスのユニフォームを着て、皆さんの前でプレーできるように頑張りたいと思います。藤田選手お願いします。まずは1年間応援してくださったファンサポーターの方々に、感謝を伝えたいですし、まあ、今年自分自身、まあ、悔しい思いをしたことも多かったので、そういった思いっていうのを来年は減らせるように、またこのオフシーズンで自分のプレーとかっていうのを見直しながら、また来年チームのためになれるように、成長した姿で会えるように、またいい準備していきたいなと思います。ありがとうございます。見事2019年以来3年ぶりの優勝を果たしました横浜 F マリノスの小池選手、宮城選手、藤田選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。